ちょっとね、みんなね、ナイスお願いします。もう帰って、あいつが風呂から上がってくる間にもうナイス稼いで、もう稼いどいてね。あ、ありがとうね、ナイス押しといてください。もうめんどくさいんで。で、あ、花火ありがとうございます。あ、あきらさんありがとう。花火、何花火ドーン。ありがとうね。うん、そう、大事らしいよ、リロードが。もううるさいからね。誰かコメントでね、 あいつリロードしなかったって言うと、もう本当に長いから。まゆ、何行かないでっつったじゃん。うん、嘘つき。で、お前さ、この5分で60ナイツ増やしてやったんだけど、てめえ60でどうやるなよ。この5分で60でどうやってるの。じゃあ300お願いします。300お願いします。皆さん60でどうやってるの。300お願いします。じゃあ無理無理、もうもう諦めよ。お前ふざけんなよマジで。てめえ30分でさ50ナイスだろ。俺5分で今60ナイス増やしたんだよ。もう俺はいいんだ。あー、300ナイス、ありがとうございます。311ありがとうね。ありがとう。あー、ありがとうね、花火。花火ドーン。決まんなの。ありがとう。疲れちゃったもん。あげまんですか。ね、本当に洗ったの。あの、背中、手が届かない。あのさ、あのシャカシャカするやつで洗った。いや、手が届かない。ねえ、シャカシャカするやつで洗ったの。いや、手で洗った。ね、じゃあもう一回入ってきて。手で洗った。ねえねえ、赤は取れないの、手じゃ。シャカシャカでお願いだからやってっつってんの。あ、じゃあもう、あ、右上の×ボタン押すわ。じゃあもう、じゃあね、みんな洗ったの、うん、背中も洗ったのね、うん、本当に、うん、ちゃんと洗ったよ。あ、ありがとうございます皆さん、ナイス、うん、早いよね。絶対洗ってなくない。ねえ、絶対こすったらさ。あ、男は早いよ、長い男の。いや、早すぎない。長い男。え、てかさ、5分も経ってなくない。ねえ、頭も洗った。洗った。本当に、うん、匂い嗅いで、ちゃんと。やだ、男早いよ。なかったらしい。短いね、下ズボン履きなじゃん、うん、終わった。ありがとうね、うん、繋いでくれて、うんうん、早すぎな、マジで。そ、男そんなもんだよね。いやいやいや、男なんか5分かからない。男5分なの、うん、頭洗って、体たわしで洗って5分なんですか。5分や、当たり前やんけ。いないけどね、はい、5分って。臭いお前のバスタオル、これてめえのビールだわ、こぼした。拭いちまったじゃん。最低でもさ、だよね。いや、60分も洗いすぎだけど、まあ、最低10分だよね。5分夏の男は。いや、お前がおかしいよ。バカじゃねえの男で。いや、お前歯磨いたわけね。磨くよ、今必死かよ。どんだけ必死なんだよ。なあ、必死ね。もうほんとイライラしちゃってさ、なんか、なんつうの、
この前さ、三島駅で会った時はさ、ね、お弁当作って、わーみたいな、おいしいんだってやってたけど、で今日、なんだかんだ3日目か、一緒にいて3日目、なんかイラつ、もうダメなんだよね。限界で。帰ればそうやって言うんだ。じゃあお前が帰れよ。帰れっていうワード、言わない約束じゃなかった？そんなひどいこと言われた。いや、お前にパンツ変えてないとか言われたんだけどね。そっちの方がひどくない？あー、花火ありがとうございます。ケイちゃん、ありがとう。なんだかんだ配信が仲いいのに、配信中そうやって言うんだったら気がつくよ。いやいや、お前がそうやって言うからね。俺もう冗談通じないから。いや、こっちも通じないよ。でも俺我慢してんのに、なんでお前の時だけ帰れって言われるの？俺帰れって言った？それ言ったのごめんね。帰ってほしくないけど、うん、じゃあごめんね。じゃあ私も今言ったのごめんね。じゃあこれで終わり、うん、終わり。一緒にいても嫌なとこもあるけど楽しい？うん、いや今はよくわからん。喧嘩しても楽しくないから、じゃあもうやめよう。うん、ごめんね。金くれなきゃ無理だわなって。だからもうもらってません、正直、うん、本当にもらってないです。やっぱりそのゼロワンのね、リスナーさんがね、投げてくれたアイテムとかを彼女の私がもらうっていうと、あいつに行くんだったらナイスをしたくないとか、だったらもう投げないとかなるのは、まあでもまあそれもしょうがないなって思って。でいつもは、私いつもの彼氏はシリーズはそうだったけど、今回は新しいケースだから、まあしょうがないなって。うん、そう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 。入った。でね、ズボン履きな。履いてるよ。歯磨いてない。磨け、ね、磨いてきて、本当になんか泥みたいになってた。本当にこれネタじゃないよ。歯茎に泥がついて、なんか白い泥が。歯は毎日磨いてるよ。嘘つき。今日磨いてない。嘘つき。臭いよ。彼女できるとあんまり色づかないから。あれ、俺さ、タバコ2箱買ってあげたよ。買ってきて。買ってあげただろ、2つ。もう吸い終わっちゃった。2つも？お前パフィーじゃねえよ。ゼロワン、うん、多分これあと半日でなくなるから買ってこいよ、タバコ。分かったか。そんなんだったらいいわ。何だと思ってんの。あとコーヒー買ってこいよ。調子飲んだてめえ。お前だよ、お前だよ、お前だよ。ちゃんと風呂入ってためる。なんでパシみたいなの使うの。いや、てめえ自分のもんで買ってこい。待って、何様だ。今2時間、配信して2時間、結構最初の段階で入ってって言って2時間かかってるよ、お風呂入んのに。お金もらえないけど買ってもらうのね、いろはさん。こんだけやってね、500円のタバコ買ってもらえないんですか？ね、いいけど、パシリみたいに言うのやめて。買ってきてください。買ってきてほしいなとかって。買ってきてほしいな。甘えてくれたら買ってきてほしいな。うん、じゃあ早く。じゃあちょっとあれして。で、買わないんだもん。買ってくるから、ちょっと牛して、で可愛くやったら買ってくる。いや、いいよ。いいの？いらない。ほんと買ってこようか。いや、いい、本当に大丈夫。綺麗にしたよ。うん、臭い？臭い？煙てえな。
ね、何？ふんって何？歯綺麗だからね、言っとくけど。俺より汚いやついっぱいいるから、言っとくけど。じゃあ一緒にいいしよ。俺の方が綺麗だよ。俺歯綺麗だからね。俺のが白いじゃん。俺のが白いじゃん。ねえみんな。俺歯綺麗だからね、言っとくけど。ねえ白いじゃん。ね、お前さ、汚な、お前刺し歯じゃない。汚な、見して見して、お前いいして。歯待って、黄色。お前それさ、人工じゃない。ニコチンとコーヒー、黄色。お前それ人工じゃない。ビビ、いいして。びっくり、歯黄色。お前いいして。汚な、いいしてごらん。お前それ汚な、お前それさ、人工だろそれ。治療しててもいいじゃんな、いいして。綺麗なのかな。これ全部自前なんだけど。それ関係なくない？これ全部自前な。で、差し歯でもよくない？手入れして綺麗にしてるんだから。はい、待って、汚くさ。お前だよ。コーヒーとタバコの匂いする。あの、わかる？あの、ああ、もう、じゃあいいわ、もう。あの、学校、あ、じゃあもう右上のこのバツ、じゃあ、なんなの？何？あの、あ、じゃあもういいわ。中学校の体育の先生の口の匂いがする。ちょっと嘘嘘嘘、臭くない。だって言うから、俺のこと臭い臭いって。ちょっと本当嘘、ごめんって。痛い。くちゃくさくない。痛いっつってんの。なんで臭くない。ごめんごめんごめんって。じゃあ一回話して。歯が汚いって言うから。うん、歯が汚いって言うから。俺ね、綺麗なんだよ結構。こう見えて髪の毛がな、ちょっとキモいけどな最近。だからヒゲも似合ってんじゃない？ワンちゃん。ヒゲもどう？この汚い武将ヒゲも。ヒゲあった方がいいんじゃない？俺に似てる。あ、充電ないんだ。太鼓、太鼓じゃない、斉藤匠に似てます。シーハゲスト、色気ムンムン。眉を太眉にしたら似合うね。太眉にしよう。眉毛を太眉に。ちょっと眉毛細いから、ちょっと太眉にしたら寄るな。寄せるか。眉が惚れる理由わかるな。俺の顔が好きなんだって。かっこいいところがね。え、ねえ眉ちゃん、え、どこが好きって言ったら顔って言うじゃん。お前の、うん、お前の好きなところ、うん、え、特にないけど。顔って言ってたじゃん。嘘なの？強がってんの？歯の綺麗対決負けたからって。お前刺し歯な。俺の方が刺し歯でもよくない？ちゃんとお手入れして。俺人工歯な。でみんなそのどっちだと思う？ちゃんと歯医者通って。お前人工歯だったらもっと黒いよ。俺一時期めちゃくちゃ歯医者通ってちょっと白くしたんだよ。その歯と自分の歯だと言って黄色い方がいいか、どっちがいい？手入れして綺麗な歯の方がよくない？うん、じゃあ何も意味なくない？自分の歯だからと言って。
うん、ちょっとホワイトニングしたんねん。何もしないよりは、ちゃんと治療して綺麗にしてる方がいいでしょ。うん。刺し歯3本だね。もともと前歯がこう気持ちずれてたんだよ。こうそういう人いない？そんな激しくずれてないんだけど、気持ちちょっとずれてて、それをまっすぐにしたね。うん、だから前歯2本と横の歯、横の歯は虫歯だったけど、が差し歯です。うん、自分の彼女を下げてっていうか、散々臭いとかボロカス言われて一つぐらい言い返してもよくない？口臭いとか歯汚いとか、歯磨いたのに汚いとか言われたら嫌でしょ。うん、でボクシングで歯かけたりしてるんだよ。なんで俺ばっか下げられて我慢しなきゃいけないの？言い返してるだけだからね。俺が漠然と歯が飼ってるじゃなくて、歯磨いたとか短いとか汚いとか言われたから言い返しただけだもん。やめてね、天下ちゃん、そういうの。うざいよ。言い方ばかり。じゃあ俺は何も言い返せないんだね。で、言われっぱなしでいいんだね、汚いとか臭いとか。じゃあいいよ、それね。何言われてもじゃあ我慢しとくね。じゃ、うん、逆にそれ言うんだったら、そんなに男下げてって同じだけどね。俺に言う前にあんまり男を下げるのやめてあげなって、まず注意すべきだけどね。平等じゃないね。客観的に物事見えてない。臭い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 汚いずっと言われて、ちょっとぐらいやり返したくなるじゃん。実は俺が白かったんだから。何でも俺のせい、何でも俺が悪者、そうしときゃいいよ。じゃあじゃあ大人になるよ。何言われても我慢するよ、これからは。リタイアしてもゴールっつうか、歩けないんだからしょうがないじゃん。激痛走るんだから。いつまでも言わないでよ。ゴールはゴールなんだよ。お金が欲しければ、たけしさん、今お金が欲しいなんて一つでも言った？間に合ってますよ。なんなのその、俺がいかにもお金に困ってるみたいな。困ってそう？たけし、てめえこら。ぶっ飛ばすぞ、てめえたけし。な、ダッセー名前して。そのうちなくなるからじゃない。その時に言ってじゃ、なくなった時に。お前、ふわっち始めて、なんでたけしって名前にしようとしたんだよ。なあ、もっと名前思いつかなかったのか。お前、こんな配信者探し、ちょっと可愛いなと思うとこ行って、可愛いねとかコメントしてね、 DM 送ってやってんじゃねえよ。お前、出会い系サイトじゃねえぞ、バーロ。出会い系